はいどうも皆さんこんにちは、ヤヨンでございます。東方行動 V やっていきましょう。またね、異変解決がニューとなっているんでね、また新しいストーリーですかね、やっていきましょう。さあ次は誰のストーリーかな。あれ異変解決だよね。え、キャラクター選ぶの？え、どういうこと？あ、もう何終わったんかな。じゃあレイムにするとどうなの？あ、これレイムのストーリーになるんだ。なるほど。ってことはじゃあ全員終わったのかな。もう全員つってもね、じゃあチルロのストーリーとかあるかな。あ、あるわえ、あ、じゃあね、こっからもう強制なものはないよってことだかな。ちょっと待って、誰やったんだっけ。じゃあ片っ端からやっていくか。とりあえずレイムとマリスやったんだよね。あとはレミリアやったんかな。じゃあ上からやっていこうかな。小石やろうか。じゃあ小石、もしもし。多分それぞれにストーリーがある感じなんですよね。一人ずつ。じゃあ小石行きましょうか。はい、ここがあの子の館ね。コウマかも。私小石は今日もなんと話にフラフラとしていたら、気づいたら駒川の前にいた。確かここはフランの住居だった気がするわ。そうね、地蔵のお屋敷がどんなものなのか、お姉ちゃんのお屋敷と見比べてみるのも悪くないかも。お、何かしらこの子、地上のペットって変わってるのね。楽しいわ。駒川に入ってきた途端、いきなり変な生き物が、すり寄ってきたわ。犬とかなのかしら。犬じゃねえだろフランの家も変わったペット飼っているのね変わっているといえばこの子、無意識の妖怪である私につい近づいたわね。もしかしたらすごい犬なのかも。探偵犬とか。あなた名前なんていうの。ゆっくり。さすがに犬に名前を聞いてもと思ったが、意外や意外、私の言うことが分かるのか、なんだか一生懸命吠えてる。ゆ、ゆって吠えてるの聞いたことない奇妙な鳴き声だけども、きっと名前に違いない。そう、あなたはゆっくりっていうのね。ゆ。これが私のゆっくりの初めての出会いだった。そうなのか。はい。それにしてもここが噂の吸血鬼のお屋敷か。どれどれ、ちょっとお宅拝見。レミリア。あなた誰かしら。私のゆっくりをどうするつもり。私のことわかるの。バカにしているのかしら。どこの誰か知らないけれど、人のペットを誘拐する輩は許さないわ。あら、この子はあなたなの。ならあなたをどうして地底に連れ帰ってみようかしら。できるものならやってみなさい。さあ最初はレミリアと勝負か。行きましょう。小石か。小石全然使ったことないかわかんねえな。私と戦ってくれるのは誰かな。この赤い月の下にお願いします。誰かな。おっと、あ、なんか A を押すだけなんかホーミングしてくれるのかな。なかなかいいじゃない。なるほど。 X は、お、なるほど。ハート、お、すげえ、ホーミングしてくれるんだね。これも、お、戻ってくるんだ。いいじゃん。ほうって、なるほどね。わかった。いてててて、ふっ、あと一発。はい、蹴りだ。さあ認めさせてやれ。お、蹴り蹴りなんだね。武器なんもないんだね。おお、今何したの。パンチ。そう、みんなね、ああいうグングリルとかほうき持ってきたりさ、いろいろあるけど、こいつじゃない、パンチなんだね。パンチキックあれ、気づいたらもう勝ちじゃないですか。イエーイやったね。余裕じゃないですか。私のこと気づいてる。
いやまさかこんなに強いのに私が知らないなんて。あ、もしかして前に新聞に出てた新聞さあどうだったかな、あまり覚えてないな。私が勝ったしこの子は連れて行くね。ええ、優しくしてあげて。あ、いいんだ連れてっちゃっていいんだ。レミリアのお気に入りでしょ。ゆっくりゆっくりちゃん。あら、もぐもぐ。あ、ほらこの子すぐ拾い食いとかしちゃうから気をつけて。食べたいなら好きに食べさせてあげたら。はあはあはあ、あ、なるほど。なんかいつも展開が違うね。またゆっくりがラスボスになるのかな。毎回今のところゆっくりがラスボスなんですけども、なんか暴れて最後ラスボスになったりするかなはい、ということでじゃあね、今回から小石パートのストーリーにやってきました。また次回じゃあ続きからやっていきましょう。ということでじゃあ今回これでお会いしたいと思います。では皆さんさよなら。